はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、阿部監督が、センターをヘルナンデス選手に固定をして、ライトにも丸選手を固定するという風な発言をされましたので、それについて僕の見解、考察などをお伝えしていきたいなという風に思っております。はい、まず結論なんですけども、はい、僕は非常にまあいいというふうに思っておりまして、まあもともと阿部監督はですね、日本人野手、日本人センターで、やっていきたいというふうなねことをおっしゃってましたけども、それだけ、ヘルナンデス選手が非常にいいというような評価をしての、固定だと、センター固定だというふうに思います。で、もともと、丸選手もね、まあ、レフト守ったりとか、センター守ったりとか、まあ、いろいろしてましたけども、ライトに固定というところで、その意図としては、やはりレフトで使いたい選手がいるんじゃないかっていうところだと僕は思っております。まあ、現状ではですね、まあ、皆さんも、分かってらっしゃると思うんですが、まあ、立岡選手が非常に状態がいいというところで、まあ、まあ、調子が落ちるまではっていう言い方はあれですけども、当分はですね、立岡さんをレフトで起用するっていうことが多くなっていくんじゃないかなっていうふうに僕思っております。はい、で、その中で、ちょっとね、今挙げたような選手をですね、ちょっと成績ちょっと見ていきたいと思うんですけども、やっぱりヘルナンデス選手の成績すごくてですね、8試合出ておりまして、今現状でね、打率4割4分1厘、2本のホームランで9打点、OPS がなんと 1.134 というところで1を超えてるんですよね。なかなかない数字ですね。はい、まあ、交流戦から入ってきまして、加入されてね、一軍で出てますけども、非常にもめちゃくちゃ存在大きいと。まあ、僕もたびたび試合解説の方で言わせていただいてるんですが、やはり頭を使った打撃をしてくると。まあ、打ち方としては非常にコンパクトなスイングというか、テイクバックがあんまりこう、後ろまで引かないので、どっちかっていうとスムーズにバットが出していける。まあ、打ち方だけ見ると、まあ、短距離打者というかね、ヒットを多く打つような打者の打ち方ではあるんですが、やはり外国人というところでパワーがありますから、そのようなコンパクトなスイングでも、ホームランも打てるというところで、非常にいい打者だなというふうにね、思っておりますと。まあね、波は必ず来るでしょうから、そこをね、どう乗り切っていくかっていうのは今後の課題ではあると思うんですけども、まあ現状ね、まあ交流戦で、まあもちろん初めてやるところばっかりなんで、相手もね、データっていうのもまだ集まってないでしょうから、まあこれから交流戦が終わって、そこからセリーグにも入るわけなんで、またね、セリーグとも初めての対戦になってくるんで、当分はね、打っていけるんじゃないかなっていう感じはしてますと。で、次、丸選手ね。丸選手、まあ、ライトで固定したいっていう風なお話でしたけども、丸選手も非常にね、状態いいですよね。1番で。非常にいいと思います。今、53試合出ておりまして、打率が2割9分6厘。もう3割間近。で、3本のホームラン。で、16打点。OPS が771という風になってます。今年の丸選手の、まあ、データというか、打撃の指標なんですけども、非常に打率が高いと。で、ただ、今まで誇っていた、長打率というところに関しては、まあ、低下しておるというところなんですけども、まあ、今年はボールの影響なのかな。ちょっとね、全体的にまあ下がり気味ではあるので、そこはね、まあ少し仕方ないのかなというふうに思うんですが、まあそれ以上にですね、非常にこう、コンタクト率というのは上がってきていますから、非常にね、そういうふうに切り替えたというかね、ホームランというよりかは、まあ一番打ってる影響もあるかもしれないですけども、出塁であったりとか、コンタクトをしっかりしていくっていう打撃に、非常に切り替えてるんじゃないかなっていう印象はすごくありますと。で、レフトの起用っていうところでね、先ほど、まあその二人を固定することによって、レフトで使いたい選手がいるんじゃないかっていうお話をさせていただきましたが、じゃあ一体誰なのかっていうところをね、ちょっと見ていきたいと思いますと。で、まあね、立岡選手はですね、まあ状態がいいんで、まあ当分はね、レフトで使われると僕思ってます。立岡さんの成績はですね、13試合出ておりまして、打率2割9分4厘、
ゼロホームランながらも6打点、OPS が679というふうになってます。まあ非常に、この間の4安打もそうですし、まあ固め打ちというかね、というところもしてますし、まあ昨日のスチールであったりとか、まあそういったところもね、非常に貢献度が高いと、バントに関しても非常にうまいというところで、まあこの選手も、ヘルナンデス選手と同様頭を使ったというか、まあ非常にまあベテランの域に、いる選手ですから、経験もあるというところで、まあ試合感であっていれば野球感というのは飛び抜けて素晴らしいというところで、非常にいい活躍をされていると。ただ、本来で言えば、立岡選手が控えにいるというかね、途中から出てくるような、まあいわゆる仕事人というかね、そういった、役割にいた方が、後半、僅差で戦っていく場面であったりとか、そういったところで、非常に頼りになるというところがあるので、まあ現状は調子がすごくいいので、僕はスタメンでどんどん使ってったらいいと思うんですけども、本来というか、立岡さんの役割って何って聞かれた時は、どっちかというと、そういう後からね、いぶし銀の活躍をするっていうところが、僕は立岡さんの本来の姿というか、足からでも、守備からでも、代打からでも全部いけるっていうところが、立岡さんのストロングポイントというか、特徴かなというふうに思うので、まあね、現状はスタメンでというところなんですけども、本来は、そういったところの役割かなっていうふうに僕は思います。で、立岡さんはまあ当分、スタメン起用されていくでしょうけども、まあじゃあ、スタメン起用されなくなった時、じゃあ誰が一体レフトで出ていくのって話なんですが、僕は、正直一択なんですよね。先発で使うとしたら。もう秋広選手しかいないと思うんですよ。で、まあ秋広選手の成績を見ていくとですね、10試合で、打率2割6分9厘。まあ0ホームラン0打点ですけども、まあ OPS604、4というところ。で、まあまだ10試合しか出ないので何とも言えないと。で、僕がこの初めて、この安倍監督がね、昨日、まあ、センターヘルナンデス、ライト、丸選手というところを、明言された、時にですね、僕は思った、率直に、第一、でね、思ったのは、秋色選手を使いたいんだなっていうふうに思ったんです。で、まあ、やはり、ま、いろいろね、酷使というか、酷使じゃないわ、酷評というかね、非常にこう、秋広選手に厳しい言葉を、ま、投げかけたりする場面も、ま、ありますけども、ま、それは期待の裏返しっていうところもね、あると思いますし、やはり、ま、去年の活躍もそうですし、そういったところで、非常に秋広選手に期待してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ただ、巨人ファンの皆さんが、ま、心配してるとこって、ま、もう一つあると思うんです。で、もしかしてね、ウレーニャを使うんじゃないかっていう、ウレーニャを使いたいからそういう風に固定をしたんじゃないかっていう意見もあると思うんです。で、まあ、実際、まあ、今ウレーニャね、7試合出ておりまして、0割と、7打数0安打。で、0ホームラン、0打点、OPS が125っていう風になってて、まあ、まあ、ヒット1本も打ってないっていう状態ね、なってて、まあ、ここで、正直言うと、ここでウレーニャ使うんだったら、もうよっぽどだと思うんです。うん。よっぽど好きというかね、好き嫌いではやってないと思うんだけど、よっぽど、ウレーニャをなんとかしたいと思ってると思うんです。まあ普通の、もし僕が監督なら、安倍監督の立場なら、間違いなくここは、秋広選手ね、若い力というか、そういったところ期待感もありますし、間違いなくこう、秋広をレフトで先発で、使っていくと思うんですよ。なんだけど、もしウレーニャを使うんだとしたら、僕はちょっとね、まあわからないけど、もしかしたらまた批判させていただくかもしれないですね。で、まあ今の理想の打順というかね、そういったところを見ていくと、まあやはり今ね、あまりこう調子いいものは変えない方がいいっていうのは僕の中の考え方でありまして、やはりこの間大量得点18点かな取った時の。打順が僕は正直今の流れから言うと一番いいと思ってますと。で、1番、ライト、丸選手。2番、センター、ヘルナンデス選手。で、3番、セカンド、吉川選手。4番、ファースト、岡本選手。で、5番、サード、坂本選手。で、6番に、レフト、まあ、立岡選手なのか、まあ、黄色選手。まあ、長野選手とかもね、いたりしますと。で、7番に、キャッチャー、まあ、岸田選手、小林選手、大城選手ね。で、8番に、ショート、伊豆口選手、まあ、門脇選手。
で、9番にピッチャー。この打順が今現状で言うと、まあ一番最強というか最適というか一番いいんじゃないかっていうところはありますと。で、まあその立岡選手、まあ当分、まあこんだけやってるから使われていくでしょう。で、もし使われなくなったというか、ちょっとこう状態が悪くなったりとかしたときに、僕は秋広選手をレフトで先発でね、使ってもらいたいっていう思いはあると。若い力をね、育てていってほしいっていうのもありますと。で、まあこの、ショートかね、ショートの伊豆口選手も非常にね、まあ率はそこまで高くないんだけど、あの、ボールの見極めであったりとか、まあその非常にね、守備に関してもスローイングが安定してるなっていうところはね、非常に最近感じておりますので、まあ、門脇選手も、まあ、その、非常にいい選手ではあるんだけど、まあ、現状、その、伊豆口選手っていうところが、使われてるっていうのも納得かなっていう感じはしてますので、まあ、そういったところでも、まあ、その、丸選手、ライト、ヘルナンデス選手を、センターに固定するっていうところは、非常に、まあ、一つの目的としては、まあ、レフトで使いたい選手がいるっていうところと、まあ、ヘルナンデス選手が、まあ、この間、ライオンズ戦かな、ライトで、ちょっとこう、サヨナラの場面で、ちょっとこう、エラーというか、サヨナラタイムで打たれた時のね、守備のこともね、ちょっとこう、ネット上で言われたりとかしてますけども、まあ、多分、おそらく、普通に、まあ、いろいろ判断して、あ、センターを守れるっていう判断をしたと思うので、そういったところで、まあ、ヘルナンデス選手のね、信頼度というか、まあ、もともとセンターは日本人選手でって言ってたぐらい、のところをね、それを塗り替えるというか、それを覆してまでヘルナンデス選手をセンターにやるっていうことなんで、そんだけ、まあ、信頼度というかね、守備に対する信頼度も あるんじゃないかなっていうふうに僕個人的にね、思いました。はい、そんな感じで今日はセンターヘルナンデス選手、ライト丸選手を固定するというところで僕の見解というかまあ考察を述べさせていただきました。まあ何度も言いますけども、ヘルナンデス選手の信頼度、まあ守備に対する信頼度もそうですし、バッティングに対する信頼度と、レフトで使いたい選手がいるっていうところがあってね、固定するんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、まあ実際立岡選手であればですね、まあライトを守ったりすることもできるので、まあそこを固定するっていうことは、まあレフトしか守れないような選手を使いたいっていうことの裏返しかなというふうに思うので、そういったところで秋広選手を使っ、まあ秋広選手のライトっていうのは厳しいと思うので、そういったところで秋広選手をレフトで使っていきたいという、まあ意図が、まあ見え隠れしてるというか、まああの、あるんじゃないかなっていうのが僕の意見でございます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、ブブッ。